というわけで、まあ総括してフリートークなんですけど、はい、なんかやっぱり全体的にちょっと言えるなって思ったのは、はい、空気とか、はい、こう全体主義とか、あとプロパガンダ、そんな話だったっけ、あれ、いやなんかそんな感じしない、いや結局帰着するのってそこな気がするんだよ。例えばこの就活失敗者って言われるのって、はい、なんだろう、みんなが学部卒もしくは理系だったらみんなは院卒修士卒だから生じること、だから多数決が勝つみたいなのってずっとそうじゃん、博士課程の学生を雇うメリットに関しても。だからそもそもお前ら博士課程でどんなことやってるのか知らねえのに専門性が高すぎるとか意味がないこと言ってんだろっていう、要するに知らない少数派をこう狭めていくようなことなわけじゃん。で今のポスドク問題に関しても、なんかみんなもう論文っていうシステムっていうのはもう当たり前になりすぎちゃって、それを否定するのっていうのは難しいから、だから研究者っていうのは文章作成能力が必要で、だからさもこっちがあのまるでなんだろう、興味を持ってるふりみたいなのをして職を探さなきゃいけないみたいな、だから結局こう全体の空気みたいなのがすげえ大事で、でそういう政府の政策っていうか、あのそうですよねみたいなのになんか翻弄されている秘訣なのかなっていう感じに思ったんですけど、別に嫌だったらこの国出てきゃいいだけだし、さよなら、ね、別に、まあ、博士になったからって研究者にならなきゃいけないってわけでもないし、ああそれはそう、そうそう、もっと視野広く見てなんか絶望とかしなきゃいいんじゃないっていう、象牙の塔しか見えてないでこう視野が狭すぎる博士の人たちもいれば、いるとしたら結構いるよね。なんかだからなんか売り出し方分かってない人多いんじゃない自分の。それで結構こう人間として最低なことをしてると、やっぱそれだったらアジャストしなくてもいいんじゃないのって思っちゃう。例えば変にこう学生をいびってるとか後輩をいびってるとか。そんないやあるでしょ。まあ、なくはないんだね。いやその切り方おかしいでしょみたいな。大体さ切れるっておかしいじゃん。まあ、知らない子なんだから優しく接しろよ。そうだからなんかそういうストレスを相手にぶつけたりして、なんか最低な感じになるぐらいだったら別にいろんな道があるぜっていう、いろんな価値観あるし、そう別にねって思う。もうてか博士出てるんでしょっていう、なんかむしろ自分でこれやってこれやったらこういうことができるんでちょっとお金つけてくださいっていう文章ぐらい作ってきて、どこかしこでなんかやればいいじゃん。むしろそういう能力を育成される場だっていうふうに僕は思ってるんで、博士課程。なるほどね。うん、なんか別にだって変わんないじゃないですか修士の時から。何が博士、修士と博士でそんな変わるかなと思って。別に能力として、能力として俺そんなに変わんないと思うんだよ。言うてあの何々がやりたいって思った時にその知識をパッと先生に聞いていいかとか、まあ実験系だとあんま変わんないかも。変わんない、うん、実験系だと本当に、まあ、科学で言えばもう種々の波長が違う光を当ててそこから得られるデータを使って構造何かしらでゲットして、その構造と何だろう、なんか物性、なんか好みの性質出ましたよっていうのを無理やりリンクさせる能力があれば、まあ多分博論ぐらいまでは行くし、その分子にオリジナリティみたいなものがどこかで出せれば普通に博士取れると思うんですよ、うん、でやってるのってなんかその取るデータの種類がちょっと増えたりとか、そっから読み取るのだって別に毎回苦労してええこらへえこら同定するわけじゃないですか。まあっていうのを考えたら別に科学系こと科学系に関してはですけど、多分やってることそんな変わんないんですよ修士と、まあ、ちょっと高度になってるだけで、まあ、なんだろう、全体の実験の流れとか構造みたいなものはさして変わらないはずで、ただその分広さ、なんか他の例えば僕だと画像解析とかしなきゃいけないんでそっちの知識もぶち込まなきゃいけないとかっていうのでいろいろと、まあ、慣れてくるっていうのもあるし、まあ、慣れた上でこうプラスアルファができるっていうか、うん、最低限できなきゃいけないところ自体は多分そんなに変わらなくて、プラスアルファでこう主張したいことに付け加えるデータとして欲しいものっていうのが若干
変わってきたりとかするから、それを、うん、なんか8割方は修士と同じようなことやって、そのプラスの2割3割ぐらいでどういう分野の力をつけるかみたいなのが あるとしても、まあそう、そう、なんか3つ4つぐらいの専門性を多分増やす、多分修士だと1個2個ぐらいしか身につかない専門性みたいなものを3つ4つぐらいに増やす時間なのかなぐらいしか多分僕思ってなくて、でかつそれに対してどれぐらいの時間感を持ってやれるかみたいなののコントロールをしていくのが多分博士の時間だっていうふうに思ってるので、まあ博士雇うメリットにこれ追加でできると思うんですけど、その時間のコントロールとかっていうのもそこそこうまくなるんじゃないかなっていうのがあるので、まあそんなもん、なんかある程度独り立ちして食べていけるように、なんだろう、絶対これだけは他の人に勝てるぜみたいな分野が多分いろんな分野の複合としての自分っていうのだと思うんですけど、を作れる時間だっていうふうに思ってるので、うん、うん、まあまあまあ結構うちがあれだからね、あの広い分野っていうのもあると思うけど、まあ、うちがちょっと特殊な環境だっていうのは多分認めざるを得ないと思います、ね、あの科学やらなきゃいけねえし物理やんなきゃいけねえしみたいな、うん、よくわかんない場所なんで、それが効いてるっていう可能性は多分にあるかなとは思いますけど、やってること自体は多分そんなに変わらなくて、ただそこに至る背景知識をガン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 論文読むことによって、なんだろう、最短で示すための方法みたいなものの引き出しが増えるなっていうふうに思います。はい、あの探り探りでやっていたことを修士の時代にっていうのが多分経験値として増えてるので、一瞬で判断ができるようになって、そこをポンポンポンもこなせるようになるっていうような時間なの でそれがめちゃくちゃ上手い人がこう論文とかポン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 量産して雇われていくし、それがあんまり得意じゃなかったり、こうとりあえず論文書けばいいでしょみたいなノリは嫌だな、突き詰めたいなみたいな人が、なんだろう、時間かかるけど着実に成果出したいっていうような、まあそういう人もいる、人もいてっていう、そのなんだろう、質か量かどっち取りますかみたいな感じの選択迫られるのが博士課程なのかなっていうふうに思ってて、まあ確かに、で質をちゃんと担保できずにこう断念していかれる方とかすごい多い、多くて、多いか分かんないですけど、すごいなんかそれは目につくというか、かわいそうだなっていうふうに思うので、うーん、いえいえ、ちょっと待って、今のって、かわいそうというか、まあ量がたくさん出てる人の方がいい思いはするけど、かわいそうってこと、わかんない、うん、いや3年でっていう時間感覚がわからない人がすげえ損してるような感じがしてるので、まああっという間だからね、うん、なんか本当にその辺は先生がうまくコントロールすべきなのになぁと思いながらまあそうかな、じゃない？ 3 年で出すっていうところを、俺もブログに前にどれかで書いたか忘れちゃったけど、うん、時間の管理だけは先生がするべきだってことを書いた、うん、分かんないもん、そう、それは分かんないから、登る前にどれぐらいの高さなのかなっていうのがってことは示す必要があると思う、示しといてくれると登りやすいし、最低でもサブミットしてから、うん、どれぐらいでアクセプトされるのかっていう平均的な時間っていうのはやっぱ経験者の方が分かるわけだから、うん、だから最低でもそれぐらいは修士1年生の子に教えた方がいいよね、そうですね、修士は、まあ、博士1年でもいいけど、うん、とかその辺は本当そう思うんでうん、いや本当そうだね、うん、だ2台として、なんとかしてっていうようなこう順序でそれにかかる時間っていうのが大体こんなもんですよ、うちの研究室ではっていう言い方でもいいし、うん、研究はこういうもんですよっていう言い方でもいいけど、なんかそれがないと、うん、それで「え1年留年です、うん」とかなっちゃうと、なんか「えぐいよ、ね、なんで俺がそれに金払わなきゃいけないの?」みたいな、そうそうそう、ちゃんと指導したみたいな感じになっちゃう、そう、なのでまあまあまあ確かにその辺は時間感覚みたいなものは先生が教えつつ、あとはまあ、いろんな戦略で山登ればいいと思うんであれですけど、うん、僕はちょっとなんか山登り失敗してる感があるんで最近そうまあ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 、まあだから本当その辺かな、うん、かなあ、まあなんで博士の学生、まあ、全体的にこう見てて
ネガティブなこと言われがちですけど、まあ、だからそれは俺が言う、俺の意見としてはだから普通からずれてるからしょうがない、うん、まあそれぐらいちゃんと前コミュニケーション取っときゃっていう感じもしますけどね。博士課程の学生も、まあ、学生側の方も理解してっていうふうに肩振っていけばいいと思いますよ。一気にこの真面目ペースから離れるけど、はい、博士課程のやつって友達いなさそうだもんな。間違いない悪いけど悪いけど友達いねえだろっていうやつの方が多いぜみたいなノリのコミュ力あるぜみたいなオーラ出してる人もどっかずれてますよね。わかる。それ俺のこと言ってる。違う。俺普通に少ないもん友達は。俺も、まあ、そんなに多い方じゃないからあれやけど。ただ仲いいんですけどね。そう、まあ違う、高橋さんのこと言ってるわけじゃないんでもうあれですけど、なんか、うん、うん、友達少なそうな人が多くて社会がどんなものかわからないまんま。うん、勝手に社会ってこういうもんなんだろうみたいなのを2ちゃんなどから得た狭い知識の中でこう妄想して、うん、それに取りつかれて、いやもう俺にはこんな属性からは離れた高尚なことしてるんだ、造形の塔に引き込まなきゃいけないんだみたいな感じになり、いるそんなやつ、いるの？じゃないの？いないの？俺の周り、多分俺と結構対立的だから、うん、その人って。あ、そう。多分俺からガンガン離れていく人だと思う。そういう人ってだって博士なかなか出られないのに残り続けてるような人とかいるわけじゃないですか。まあそういう人たちなんで残り続けてるんだと思います？居場所がそこしかないからっていうのがあるんじゃないでしょ。まあ多分、うん、そこにこう深要素を、もっともっと社会広いからねっていうのを見た方がいいなとは思いますけど、というわけで、はい、というわけで、4項目ちょっとお話してきたんですけれども、あー、まあどう、内容として叩かれるんじゃない？叩かれる要素がわからないです。まあそう、あの、思ったこと言ってるからね。なんか思ったことを言ってるだけなんで、あの、なんか叩きたいなとかイラッときた人はあの下のコメント欄まで書いてきてくれれば。ちょっと待って、それ多分俺は募集してない。それに対してこうこっちとしても何か考えた上で、あ、そうそうそう、あの、あの、普通に間違ってることがあったらそれは教えてほしいので、それはコメントしていただければな。ソースつけてね、よろしく。お前らもつけろよって話になっちゃう。間違いない間違いないけど。というわけで、はい、以上なんですが、あ、やばい、どうしよう、ありがとうございました。映らん、いいよ、はい、はい、ご視聴ありがとうございました。じゃあまたどこかで会えたらと思います。はい、はい、以上です。